はい、お疲れ。どうもこっちです。エグゼさんのルールについて MY ちゃんが説明するのでお願いします。来る4月29日、我々はロックマンエグゼさん特殊ルール対戦会を行う。バージョンはスイッチ版。バトル形式やサーバーは当日発表する。今回は大会ではなく、あくまでカジュアル対戦会なので、エグゼさんの対戦を遊んだことがない人も気軽に参加してほしい。ルールは特定のチップの投入制限、そしてサイトバッジの禁止。まず禁止チップはホルダリタン、ジェラシー、ポイズンアヌビス、プラントマン、フラッシュマン。これら5種類のチップはコードに関わらずフォルダに入れることができない。プラントマン、フラッシュマンは無印、V5すべて禁止とする。次に制限チップはバリアブルソード、キラーズアイ、キラーセンサーさん、サンクチュアリ、影分身、パネルスチール、エリアスチール、スチールゼリー1、スチールゼリー2、スチールゼリー3。これら10種のチップはコードに関わらずフォルダへの投入はそれぞれ1枚ずつまでとなる。最後にナビカスプログラム、サイトバッジを使用禁止とする。これらのルールはハメいや耐久で判定勝ちといった強力な戦術を抑制するために設けた。最後に今映っているこの画像に関しては好きに使ってもらって構わない。思う存分エグゼさんを楽しもうじゃないか。